文字や数字というのは今の普通の勉強する人はみんな文字や数字でものを表すけども、自分たちは手、体の記憶でものを作っていかなければいけない。岡川光雄と申します。仕事は宮大工。宮大工というのは後ろにあるようなこう塔を作ったり神社、お寺を作ってます。それは18ですね。その時に法隆寺の五重の塔を見た。これだけ大きな材料をどうやって運んできたのか、塔の上にある水煙というものをどうやってあげたのかと思ってるうちに、この仕事をしたらいいんではないかと思ったわけだな。高校2年の時ですね。で、奈良の県庁へ行って、こういう仕事をしたいのでお世話願いますと言って法隆寺に来たな。西岡棟梁が現場で仕事をしていた、その時に会った。法隆寺に鬼がいると言われるぐらいの人でしたからね。その時にはこの仕事はまあ飯も食えない、嫁さんももらえないからやめときなさいと言われましたね。この宮大工になりたいために地方の現場へ行って3年間働いたっていうことですね。西岡棟梁を訪ねて3年経った4年目の春に、西岡棟梁から手紙が来たのは、法輪寺の三重の塔の仕事があるのでお前一人ぐらいなら来てもよろしいという手紙が来た。西岡棟梁が言われたように、これから1年間は刃物研ぎだけをしなさいと、新聞、テレビ、ラジオ、仕事の本、そういうものに一切目をくれてはいけないということだったので、毎日毎日夜になると刃物を研いでました。西岡棟梁が納屋に登ってきてくれてカンナを引いてくれました。カンナ屑とはこういうもんだと、薄い本当に綺麗なもんでしたね。それをそういうふうなものが削れるように毎日毎日研いでは削り研いでは削りの練習をするんですね。自分たちはこの仕事を覚えていく、仕事をしていく、それっていうのは手の記憶ですね。体の記憶、頭で考えてたってできません。体で表現しなくても。自分はこの法輪寺さんと薬師寺の近藤斎藤を作りましたね。ですからこれも8年ぐらいかかってますからね。この塔でですね、1100石、一石というものは30センチの角の3メーターもの。古代建築はやっぱし皆さんは知識でものを建ててると思うでしょ。知識ではないんですよね。知恵の塊ですね。ですから今からちょっと7、8年ぐらい前だったらばだいたい300人ぐらい来ます。その中にで、多くて3人ぐらいしか入れませんからね、大変なことですよね。うちに来る子、東大出た子もいます。字書けない子もいます。計算できない子もいます。仕事の楽しみを持って来るから、そういうたくさんのいろんな子が来るんじゃないですかね。心配してることないですよ。弟子がみんな立派に育ってますからね。荷物を持つにしても重い方は力のある子がすっと持ちますもんね。そうに見えます。ですから優しさがなければ長い間みんなして生活できないっていうことに気づくんじゃないですか。自分で伝統というものは守ってくるんじゃなくて、やっぱり今自分たちで作ってるんですから、その恥ずかしくないようなものをただ一生懸命作るだけで、それが残っていくから伝統につながるんじゃないですかね。